見つけよう。あ、京都ももち出てきた。うさちゃん、スターバニーちゃんつけてみました。ハブにしちゃう、どうしよう、ハブにしてる気がしちゃう。ちょっとリップ拭き取るね。うん、いい、大丈夫。クルタンがやってきた。クルー、クちゃん、クちゃん、おいで、クイちゃん、こっちよ、こっちこっち、こっち、違う、そっちじゃない、どんどん奥に行く。クルタン、こっちこっち、頑張れ、違う来てくれない。クルタン、こっち、あー遠いよ。あ、ぶつかった。くるー、くいたん、くいたん、くいたん、あ、こっちこっち、頑張れ、よし、くる、こっちこっち、おいで、くいたん、こっち、頑張れ、頑張れ、くいたん、くいたん、たどり着いたね、よいしょ、がたどり着いた。クイタン、クイタンは目が悪いので全然見えないですね。うん、可愛いですね。今日も一緒に寝ますのでやってきました。かわいいね。ぼそぼそ、うん、テロップ書こう。ございました。寝ちゃった。寝ちゃいました。腕の中で。左手使えなくなっちゃったよ。ね、寝たいのね。なんかワンコルと話すときって喋り方変わっちゃう。なんかなんとかだね、かわいいね、かわいいかわいいみたいな声になっちゃう。かわいすぎて何着てるな、かわいいね。はい、あ、白クマさん、あ、撫でてほしいね。あったか、あったか配信なにこれ、ありがとうございます。あったか配信だって、嬉しい。なんだこれ、あったか期間なのかな今は。
あったか、ありがとうございます、ギフト。かわいいね。寝ていいんだよ。今日はいろいろなんか購入品じゃない、あの物、皆さんにいただいたものとか、ドボーの時にいただいたものとか、あの T シャツ届いたんで、波動のそれ見ていこうかなと思います。今日ね、皆さんからお誕生日のアルバムいただいたんですよ。めっちゃ可愛い。ちょっと開けたんですけど、中身はまだ見てない。重っ。持って帰るとくるときすごい重量だなって思った。よいしょ。なんともう開けちゃった。あ、白熊さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。なんとじゃ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 ーん、かわいい。武道館の新衣装になってる。待って、取れちゃったんだけど、なんか後ろのやつ取れちゃってる。あ、でもベタって貼り付いた。あ、でもここもちょっと取れてる。繊細な、繊細だね。もっと丁寧に保管しておかないと。以前、去年のいただいたアルバムは、ただいま恋愛中で着てるアンコール衣装、17期研究生衣装の緑のやつをモチーフにしたアルバムでいただいて、今回はそれもまだ、それも持ってます、収納してあるんですけど、今回はなんと新衣装のもので作っていただいてるみたい。かわいい。開けた瞬間かわいいってママと喋ってた。中身まだ見てないので、これどうやって開ける。あ、こっち向きだった。危な危な危なすごい、なんかたくさん。お、かわいい。こんな感じでいっぱい書いてくださってる、ありがとう。ふいちゃんが入り込んでる。わ、19歳おめでとうって書かれてる。わ、19歳実感する。わー、嬉しい。わ、たくさんね書いてくださってる、嬉しい。あ、ちょ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 、重い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 。全部あれじゃなくて、なんか写真とか入ってますね。あ、待って、あいちゃんとゆきたんとそららとえりこも書いてくれてる。えりこからやばいんだけど。おめでとう、私をハワイへ連れてって。しょうがないな。え、この人めっちゃ上手なんだけど、めっちゃなんかデコってくれてる。ちょっとちらっと見せていいかな。見て、すごい、めっちゃデコってくださってる。よんちゃん、尊い、ありがとうございます。ギフト、ちょっと重いから膝の上に置こう。何この写真、いつの写真だこれ。マユツの写真、これいつの写真だろう。でも後半は写真ですね。嬉しい。
あ、なんかが投稿したやつ乗っけてくれてる。重い、めっちゃ重い。ちょっと一人一人の読みたいんで、じっくり後ほどゆっくり読ませていただきます。書いてくださった皆様、作ってくださった皆様、ありがとうございます。大事にさせていただきます。よいしょ、ちょっと重い、壁に立てかけておきます。おお、危ない危ない。あ、また取れちゃった。取っちゃうよ、どうしよう。ほい、よいしょ。それとね、最近はなんかお手紙、劇場公演の際にお手紙いただくんですけど、めっちゃ皆さんから波動のこの便箋が多いですね。嬉しい。あとなんかね、貯金箱みたいなやつ落ちちゃった、もうここに。これどうしようのしよう。尻尾入って、なんか尻尾、これ後から設置可能。なんかね、なぜかボックスまでつけてくださってる。なんかかわいい、ボックスまでつけてくださいました。これちょっとどうやって開けるんだろう。あ、開いた。すごい。ボックスまでつけてくださいました。尻尾、これどうやってついてたの。あ、ごめん、こいつ殴っちゃったね。ね、なんか匂いするね。新年匂いがするね。こう、どうついてたんだろう。ありがとうございます。なんかピンクの可愛い袋に入ってました。よいしょ。すごい、作ったんですか。ピンクで可愛い。よいしょ。あとね、あとこれ届いた。皆さんはゲットしてくださいましたか。シンゴさん、めっちゃかわいい。ありがとうございます。届いた。やったー。なんかもう自分で買った。それ嬉しい。でもなんかなかなかあれなんですけど、次波動出演する機会全然ないんですけど、あれれ、皆さんに見せてお揃いしたいって思ったのに。
あれれれれ、イミロンちゃんかわいい、ありがとうございます。そう、3月24日のオンライン話し会でお揃いできましょう。波動デッキなのかも、もう買っちゃうから。あー、なでてほしいね、なでてほしいね。そんなわけないか、日に程が合わないのかな。うん、うん、なでるよ。そう、強すぎて出ないのかもしれない。ピピピアン、確かに私が今回はマッシュさんは可愛い、なんかニットのコマちゃんタワーだ、嬉しい、ありがとうございます。コマちゃんタワーいいんですか、コマタワー、マッシュさんコマタワーありがとうございます。じゃあスクショさせていただきます。ちょっと吠えてるの気にしないでね、うちの子わがままだから。ありがとうございます。私が出てる、はいはい、分かったよ。私が出てる試合、出た試合で負けたことないかも。前回は2位だったんですけど、決勝には私出てなくて、だから まあ負けたは負けたんですけど、私が出てる試合では負けたくない、負けたことないですね。まあまだ3試合しか出てないんだけどね。なでてほしくてずっと生えてくるね、わがままだもんにゃん。そう、次いつ出れるんだろう、まだわかんないのか。今のところはどう、まだ次わかんないんだけど、おばあちゃんだよ。うん、あとね、今日これ開封しようと思ってずっと置いてた。なんかドッポンライムに、あ、そう、ね、波動今独走1位中らしい、やったー。なんか2位3位4位のチームが一緒の得点で、低速度チームが1位中です。やったね。でも私全然出れてないから、チームの方のおかげなんですけど、1位だって、キラリン。皆さんがいつもエナジーとかね、たくさん応援してくれるおかげです、ありがとう。水飲む。よいしょ、どこ行ったの。これ開けていい？うん、乗るのね。なんかの足の上に乗り切るの難くない？
今なんか立ってます、うちの足の上で。じゃこれ開けよう。なんかレッドクイーン様からいただきました、ドボンのゲーム会社の。ほっぺちゃん作ってるらしいよ。で、モカのオリジナルほっぺちゃんは作ってくださいました。初めて、てか16人オリジナルのほっぺちゃん。はいはい、うるさい。撫でてほしいって言うから片手でちょっと開けれ開けれないんだけど。ねえ、もうベッド行く？寝ちゃう？寝てくれる？うるさい。おばあちゃんなのに元気だね。開けよう。チョコだって、チロルチョコだ。チロルチョコあんま食べたことない。見て、なんか、お、これももしかしたら新衣装かも。なんか変なことなってるけど、これ何味だろう。純チョコレートって書いて、ミルクだって。普通のノーマルのチロルチョコじゃない。ほら、モカって書いてくださってる。嬉しい、かわいいね。食べられない、いつまで持つんだろう。書いてないかな、箱側面に記載。2024年の11月まで。あ、結構持つ。じゃあ持っとこう。ホワイトデーにあげよっかな。うん、寝てほしいよね。お菓子の匂いするか。あとね、なんかお菓子とか入ってる。もううるさいからベッド連れて行ってくるね。うちの子マシュマロ入ってるみたい。多分マシュマロの匂いがするんだよね。食べたいね。食べたい。ダメだよ食べたら。よいしょ、はい、おやすみしてください。うるさいからお休みさせてきました。まだちょっと起きてる。じゃあ全部開けてみよう。お、なにこれ。またチョコレート入ってた。アマオ&とちおとめのチョコレートらしい。ちょっとあくび出ちゃった。ホワイトデーに配ろうかな。映るよ。危ない。
くて寂しいね。カマチョしてきた。こっちに行きたいんだって。いつもこの時間寝てるのに。お、なんかボールペン。なにこれ、うさぎさんのお尻がお尻に桃になってる。かわいい。あ、埼玉さんめっちゃかわいい。ありがとうございます。今日も北海道から来てくれたのかしら。お尻が桃になってもちもちします。プニプニ。雪受けが良さそうな。これはボールペンかな。ボールペンですね。プニプニしたくなります。三宝石のボールペンかな。私も昔小学生の頃はよく三宝石でほっぺちゃん買ってたりしてた。あ、ひらもんさん、くま、ありがとうございます。白熊さん、あったかいし、あったかいし、ありがとうございます。プニプニ、クイズみたいになさそう。あとなんかね、なんか入ってる。あ、なんか三宝石ならではのね、いろいろ入ってるわ。こういう小物チェーンみたいなのと、カマチ入ってる。あとこのよく見る XOXO ってどういう意味なんだろう。これよく見るなんか韓国っぽい文字のメモ帳。なんかすごいミニ雑誌みたいな。星があるって書いてる。星ガールとは、あ、この匂いね、ひるちゃん。この匂いがすごいするんだね。これだ。この匂いが多分めっちゃするんだ。じゃーん、ほっぺちゃんのほっぺちゃんくしマシュマロだ。かわいい。これなんだろう、この茶色のどんなやつかな。確かに甘い匂いがします。すごくちょっと虫が来そうなのでリビングに置こう。リビングには来ていいのだ。よいしょ。あとこれちょっと待ってね。何してるの？もぞ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 。あ、そうだ。この前の。よいしょ。この前のとかのお手紙？受け取りました。今日のお手紙これかな。ありがとう。お手紙読むの好きです。もし気が向いたら、ま、待ってますね皆さん。
かわいい。ほっぺちゃん。膝の上で寝てるね。じゃん。なんか個人個人のほっぺちゃん作ってくれて、かわいい。まつげがちょんってしてる。さとちんめっちゃかわいい。ありがとうございます。ありがとう。あとね、これはなんかキーホルダー仕様になってるんですけど、こっちが、あ、こっちもキーホルダーだった。でも置物にもできそうな感じで、しかもモカの M 入ってて、8が入ってます。嬉しい。リボンとまつげがまたチョンってなってて嬉しい。このまま飾っておきたいね。特別っぽくていい。ちょっともううるさいから配信終わろうかな。もうね、嫌になってしゃんないね。やめて。何時から始めたかな。ちょっとなんか歌いすぎて喉が痛くなってきた。もうやめてよ。もうくらいに終わりたいと思います。明日もね、明日は朝からちょこっとあったりしますね。女の子のおばあちゃんです。くるたんって言いますね。よくね、ツーショットとかリバースに送ってるね。何歳ですか？15歳ですか？多分15歳くらいですね。おばあちゃんだね。見えてないもんね、もう。お目目が見えてまちゃん。おばあちゃんで。かわいい。なんか顔伸びて見えるよ。ねえ、なんかね、カメラ写り悪いんです、うちの子。実物の方が可愛いし。え、なんか伸びて見える。なんか涙出てるし。下見る方が可愛いのにね。わ、めっちゃ可愛いよ、実際見ると。わ、近い。配信乗っ取られた。何してるの。わ、わかわちいですね。くる
ルミ色だからくるみって言います、多分。でちょっとあん、わかわいすぎると食べたくなっちゃう。この髪型何か教えてほしい。この髪型なんだろうね、なんかもよくわからないけど、まあ横から見るとこうなっていまして、いつもヘアメイクさんにはねじりハーフアップでお願いしますって、あ、ごめんごめん、伝えてます。どう？わかる？はいはい、なんか今日甘えん坊ですね。なんかもうどうなってるのかよくわからないです。よいしょ、リオちゃん、クマありがとう。はい、で部屋似合う、嬉しい、すごいこの髪型特徴的なので分かりやすいね。あ、そうだ、公園、なんかそこに未来はある公園は、私はあのオープニングとユニット以外あのベレー帽をかぶってるので探しやすいかもしれないです。はいはい、なぜかアンコールも、あ、ほら鼻が伸びて見える、アンコールもベレー帽になってました。なぜかわからないけど、なんかねあれ消えちゃったデオが好きだったんだけど、なんか赤チェックのもしゃもしゃみたいな、これいい意味なんだけど、ちょっと給食棒みたいな赤チェックのもしゃもしゃのやつの子いなくなっちゃった。なんかねちょっとベレー帽が多いと着替えが大変なんだ、大変なんだだから靴下も赤チェックのロングのやつじゃなくなったんだ。気づいた方いるかな。髪の毛ボサボサすぎるな。ヒラモンさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。気づかなかった？じゃ気づかなかったらそのままでいいね、このままで。なんかもう超絶あのロングの靴下がいいんだみたいな人がいなくてよかったよ。ここが薄い、はいはい、ちょっとうるさい、もう腕が疲れてきちゃったよ。寝てください、もう夜遅いので。
なんかね、のんちゃんのさやつもらった。これめっちゃ可愛い。優しい。はい、ごめんね。のんちゃんのファンの方優しい。見て、一人一人のペンライトカラーを描いてくださってる。天才。のんちゃんと、のんちゃんに似て優しいのね。今日出てる子たちかな、16人分。あ、違う、こひちゃんの分も書いてある。さ、さいちゃんの分も書いてる。じゃあ18人、研究生みんなの、はい、書いてある。優しい。ちょっともう、うるさいな。ね、降りていいよ。あれ、モカの生誕祭のやつもそうなってた。しませんそれはしません。歩き回ってる子です。すいません。ちょっとね、カーペット部分は静かだけど、そこから出るとちょっとカチャカチャ聞こえますよという感じですね。今日はね、なんかね、昼公演がすごい女の子いっぱい来てくれてた。みんな可愛かったよ。ありがとうございます。ゆる公園はのんちゃんの生誕祭だったんだけど、ファンの方がいらっしゃった。ありがとうございます。なんかね、みんな可愛かった。来てくれてる子、散歩中です。うちの子なんかママが捕まえて持ってった、持ってったって言ったら物みたいにしててママに怒られる。聞いてるんじゃない、配信。一緒になるのに連れ去られた。悲しい。なんか今日すごく日曜日の気分だったけど、明日日曜日なんだね。あの、昨日が祝日だったのかな、祝日だったんですけど、
だからすごい土曜日の気分で行った。昨日金曜日だったんだ。だからすごい休日増えた気がします。まああんま今休日なんで関係ないんだけどね、学生じゃないから。私の行ってた高校は土曜日も授業があったの で日曜日しか休みなかったんだけど、でも今考えたらすごくない？土曜日まで学校行くのすごいよね。あ、握手会実はもうすぐなんだよね。ちょっと服いつ買おうかなって思ってて、3月1日行けないかなとどうにか行けないかなって思ってるんだけど、なんかな、行けるかな、なかなかに予定がいろいろありそうなので、ありがたいことに。なんかお買い物行きたいですね。一人で行け、なんかメイク用品買いに行きたい。健太さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。やばい、花粉がやばいでございます。ちょっとミュートにしていいですか？ごめんなさい。鼻水がね、花粉症なので止まらないです。ごめんなさい。なんかね、小学生の頃はすっごい目がひどくてっていうか、目の花粉症しか発症してなかったんですけど、なんか中学生になってからなんか目じゃなくて鼻が発症するようになって、だいたいなんか中学生くらいからちょっとコンタクトつけたんですよ。透明のつけてたんだけど、中学生の頃はなんかね、コンタクトつけるとなんでかわかんないけど花粉で目が痒くならないようになった。だから今はくしゃみ出ますね、すごく。アクションって。そう、多分ボリューされてるんじゃない？なんか花粉症で目かゆくて並んでる悩んでる方は一度カラコンとかしてみたらいいんじゃないですか？え、かわいい！なにこれ？ユニちゃん。え、かわいい！なんかいっぱいいるんだけど。猿、ウサギ、ゾウ、猫、ペンギン、カエルが詰まっているタワー。わー、ユニちゃんありがとうございます。今日の真ん中に行ったね、真ん中に。ありがとうございます。立ってた。あそこの場所なんて言うんだろう、真ん中に立つ場所みたいなとこ。ユニちゃんありがたわです。スクショさせていただきたいです。
けなかった。ありがとう。カラコンウィンク、そっとあなたに特別なこのまな、私ちょっとわからない全然。なんかここみたいな、ここの振り好き合ってるかわかんないけど、私アレルギーは持ってないんです。あ、めっちゃ嘘ついちゃったね今。花粉アレルギーでした。花粉以外のアレルギー持ってないと思います。めっちゃ強いです。でも一回やってみたいかも、アレルギー検査。白駒さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。なんか見えになっちゃった。ほら見て、見え、なんだ歌詞覚えてない感じええ歌えるかな。カラコンウィンク、そっとあなたに特別なこの眼差し好きです。ででただちょっとわかんないもん。でもね、毎日聞いてるよ。聞いてるのは聞いてる。めっちゃ好き。今一番好きな曲ランキング1位、カラコンウインク。あれね、ウインクじゃなくてイが大きいんだよ。多分みんな知ってると思うけど。でも歌詞見たら歌えるよ。なんかね、サビの途中にこれちょっと言葉じゃ表現言いにくいんだけど、カラランみたいな、チャララン、カラランみたいな音入ってるの、あれがめっちゃ好き。でも何の音かわかんない、なんかカスタネットみたいなカラランみたいな入ってる音がめっちゃ好き。中毒性ある。わかる？伝わった？嬉しい。なんかね、私は何の音かわかんない、あれが。でもカラランみたいな音のやつめっちゃ好きですよ。めっちゃ好き、カラコンインク。どうかどうか、あそこなんて言うんだっけ、感想、感想じゃないな、感想で合ってるのか。そこも好き。 MV めっちゃ好き。見たもんだって、あれ MV 解説配信みたいなやつも見たし、密着キリンさんワールドの。エビカツ、エビカツね、みんな似てるって言ってる。言われたらおーってなるけど、全然違う良さがあっていいですよ、それぞれいいね。どこ、ここだけ、あ、こりついてた。なんか眉毛変。ね、眉毛変だね。そんなことないかな。うーん、
あ、すごい、なんか浮いてる。なんかね、話そうと思ってたこと忘れちゃった。あれ、もう42分なんだけど、いいか。あ、そうだ、STU さんとそうだコラボ配信したしましたね。なんかさ、めっちゃわざとって言われたんだけど、全然わざと何も考えずにやってた。ずっとあれが素の私です。やばい、恥ずかしい。何も考えずにやってた。そしたらなんか後半なんか結果残せてないみたいに言われてて悲しかった。ひどいよ、ゆでりんごさん、かわいい、嬉しい、ありがとう。なんでちゃんが MVP？ 嘘、ありがとう。なんか緊張したけど優しかったですね。 STU さん可愛かった。なんかモカよりなんか背が小さくて、あずみんさんが148センチだって。なかなか私より背の低い方いらっしゃらないから、なんか並んだ時になんか「あれ、向こう身長伸びた？」って思っちゃった。あれね、なんか身長高いんじゃねって思ったけど、そんなことなかった、変わってなかった。で、なんかそのあずみんさんと次の日の服フェスでお会いしたんですよ。私がうどん作ってる時になんかね、うどん茹でて食べれるうどんを置いてくださってて、その時にあずみんさんとお会いして、後でお写真撮りたいですって言ったんだけど会えなかった。ソケッタリングの音、そう、香川県だからうどんがありました。そう、会えなかった。出演した後すぐ帰っちゃうからちょっとお時間なくて探せなかったです。残念無念でした。うどんは美味しかった。温かい中だしのやつでした。ネギ入れたから入念に歯磨きしました。ネギチェックフェスでネギ詰まってたらめっちゃ嫌だ。
めっちゃやだね。私ね、いつも歯間ブラシ持ち歩いてるの。皆さんも歯間ブラシした方がいいですよ。歯間ブラシはいいです、すごく。なんか歯間ブラシ、糸ようじとかより歯間ブラシした方がいいですよ。でもこれ本当にそうなんですけど、歯間ブラシの回し物っていうくらい痛いんですけど、歯間ブラシは本当に歯が綺麗になります。歯医者さんでも歯間ブラシ勧められた。そう、歯医者さんはみんな歯間ブラシを使って掃除します。私も歯医者さんで、ちょっと働いてたんですけど、歯間ブラシは絶対してましたね。なんかボサボサでやだ。あ、歯間ブラシ、フロスのことです。フロスのこと間違えた。なんかこうピーって伸ばして、ピッて切ってこう挟んでやるやつ。爪楊枝、爪楊枝はいいんじゃない、手先とかに。どこでもいいんじゃない、取れたら。フロス、フロスいいですよ。だから最近私はなんかあれ買いました、カムブレスキアのサコラ味、あれ食べてる。なんかカムブレスキア割と好きなんですよね。なんかグミ、なんかカリッてしてるじゃん。なんか昔私100均で買ってたカリッてするレモン味のグミがあったんですよ。あれめっちゃ好きでめっちゃ食べてたんですけど、今もうない、あんま見かけないけど、そのブレスキアはカリッてしたグミと同じなんですよ。味はなんかスースーしちゃうんですけど、カリグミ、なんかカリッてするじゃないですか、あれが好き。で食べちゃいますね。あれ何のグミだったんだろう、もう売ってないのかな。なんかレモン味のやつあったんだけど、よくね家の近くの100均で買ってた。清水のりさん、こまありがとうございます。あー、タコもありがとうございます。調べてみよう。なんかレモングミカリカリどうかな、出てこないかな。レモングミカリカリ、あ、これだ、シーキアってやつだ、出てきた。シーキアってやつですね。シーキアジューシーコラーゲン、これだ。僕がよく100均で見てた美女だ。100均で売ってるのがまたいいんですよ。だって安いじゃん、100円で買えるんだよ。もう生産終了、もしかして。なんかさ、もうさ生産終了してるっぽいんだけど。これ好きだったんだ。悲しい。みんなにも食べてほしかった。食べたことある方いらっしゃいますかね。
昔の美味しいお菓子なんか気がついたら生産終了になっててめっちゃ悲しい。生ラムネめっちゃ好きだったんだけど、有名だよね生ラムネ。私はあれを冷やして食べるのが好きでしたよ。うわー、シーキア食べたー、食べたーい。あとね、アメちゃんの中にグミ、あ、間違えた、アメちゃんの中にラムネが入ってて、で、なんかラムネのアメちゃんの棒がなんか、なんかガムみたいなやつも好きだった。全然説明、今の説明で分かる人いるのかなっていうくらい、めっちゃ適当な説明しちゃった。シーキョー食べたい。うん、清水のりさん、タコタコありがとう。なんかね、昔はラムネあんま好きじゃなかったんですけど、最近割と好きね。モッティさん、ありがとうございます。カワリンボ、あ、え、カワリンボかもしれない、調べてみよう。カワリンボ、カワリンボ、え、なに、カワリンボって調べたらカワリンボ発売終了なぜって出てくる。もうシーキアも、シーキア発売終了なぜって出てきたんだけど、カワリンボだ、これこれこれ食べてた。すぐ生産終了するんだから。でもこれモカの世代ですね。うん懐かしい。食べてたかって言います、カワリンボ。懐かしいな。なんかね、顔が描いてて可愛かったんですよね。今なんかね、袋パッケージに入ってるラムネよく食べてます。パッケージに入ってるラムネ、あれ美味しくてよく食べる。ラムネってこんな美味しかったっけって久しぶりに食べるとなるよね。あと最近何してるかな、最近何してたんだろう。もかなんか寝てレッスンして、寝てレッスンしてみたいな感じかな。今日は公演だったけど、明日もなんかレッスンとかあります。ちょっと覚えきれてなかったので覚えます。やばい、なんか喉がねカラカラで乾燥してしまいました。なんかもう早く寝たいと思います。明日もね起きます、明日も起きます。そりゃそうなんだけど、バイバーイ。あ、そうだ、ライブランキング読ませていただきます。じゃあいきますよ。13位、しゅんごさん、ありがとうございます。12位、みろんちゃん、ありがとうございます。11位、さいたまさん、ありがとうございます。10位、まさひろさん、ありがとうございます。9位、よんちゃん、ありがとうございます。8位、ひでりんごさん。久しぶりに公演見たけど、ほちちゃん可愛かった。ありがとうございます。
7位ひらもんさん、ありがとうございます。6位りおちゃん、ありがとうございます。5位清水のりさん、ありがとうございます。4位けんたさん、ありがとうございます。3位しろくまさん、ありがとうございます。そして2位はいにちゃん、ありがとうございます。そしてありがタワーでした、かわいい、ありがとう。そして1位はマッシュさん、ありがとうございます。ありがくまタワーでした、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。夜遅くまで見てくださって、今日はなんか勝手に日曜日だと思ってたから、明日皆さん早いのかなと思ったけど、休みの方多いかな。ラスト2月、2月って今月は29まであるんですよ。うるう年、4年ぶりのうるう年なので、2月が長いですね。てか2月ってなんでこんなに短いの？休みでよかったです。皆さんがしっかりお休みになってください。ここ数日ね、本当に雨が多くて大変でした。雨だし寒いし大変だったけど、今日は雨が降らなくてよかったです。明日から晴れる、もしかして。ちょっとね、雨だとね低気圧にやられてしまうんですよ私。ちょっとこれは怖いよね。雨好きなんですけどね。でも雨は嫌いです。好きなのに嫌いです。じゃあもうが眠たい。